はい。また新しいスマートフォンが到着しましたので紹介をしたいと思います。今回紹介するのはこちらです。オーキテルの C22 です。 はい。こちらの端末はですね、まあ、オーキテルの、まあ、ローエンドのね、スマートフォンになりますけれども、SOC の方はヘリオの A22 を搭載しています。まあ、おそらくアンツツベンチマークで言えば、6万点から7万点ということなので、まあ、その辺のスコアを見てもね、完全にローエンドのスマートフォンになります。ラムは 4GB で、ストレージはですね、ただこのぐらいのね、ローエンドのスマートフォンにしては珍しい 128GB を搭載しています。 はい、価格の方はですね、まあ、オーキテルのアリエクスプレスのね、オフィシャルストアの方で見るとですね、約190ドル、日本円でね、2万円ぐらいで一応ね、値段がついていました。まあ、ただですね、これはちょっとね、あまりにもね、性能から見ても高すぎると思いますので、まあ、実売価としては1万円から1万円前半ぐらいのね、価格になるんではないかなというふうに思います。 はい、それでは、ね、その他のスペックの方も見ていきましょうディスプレイの方は、ね、5.86インチと HD プラスという、ね、解像度のディスプレイになっています Android 10ですね で、ーシーは先ほど言いました通り、ヘリオの A22 です。4GB の 128GB。カメラの方はね、トリプルカメラですね。3つカメラが付いています。構成としてはですね、まあ、メインカメラ1300万画素ですね。あと200万画素のマクロカメラと200万画素のいわゆるボケ撮影用のカメラのようです。で、800万画素のインカメラに、4000mAh のバッテリー。充電は 10W に対応しています。 まあ、このスペックをね、えー、見てもですね、やはりね、完全なローエンドスマートフォンになっています。それではね、開封をしていきたいと思います。はい、まずはね、えー、充電用のケーブル見ていきますけれども、ちょっとね、これね、残念ですね。マイクロ USB ですね。今、この時代にマイクロ USB になってしまっています。まあ、価格は安いですけれども、最近ね、安い端末でもタイプ C に対応しているものが多くなってきてますので、ちょっとここはね、残念。 はい、充電器の方はね、EU プラグですけれども、10ワットに対応していますね。5V2A です。 はい。使用書はですね、一応日本語の表示があります。で、バンドなんですけれども、まあ日本の場合はね、ヨーロッパ版というものをね、購入することになると思いますけれども、一応バンド19ですね。ドコモのプラチナバンドには対応しています。で、バンド8にも対応していますので、まあソフトバンク系でもね、大丈夫だと思いますけれども、まあ逆にですね、au のバンド18、バンド26等には対応していませんので、まあ au 系とかね、まあ楽天モバイル系で使うのはちょっとね、厳しいと思います。 SIM、はい、スロットはですね、ここに表示がありますけれども、履、ま、い、あ、たスロットになっているようですね、まあ、ですので本体のストレージが 128GB ありますけれども、SD カードも、ねえー、合わせて利用することができるようです。 はい、それではね、本体の方ね、見ていきたいと思いますけれども、まずね、カラーがですね、グリーンということで、結構ですね、明るい、あの、ポップなね、感じのグリーンになっていますね。で、あとですね、メーカーのホームページなんかの、まあ、レンダリング画像を見るとですね、まあ、いわゆるね、あの、話題のスマートフォンにちょっと似てたんですけれども、実物はね、そんなに似てないですね。ちょっとこの辺が、あの、タピオカカカメラっぽくなってますんで、パッと見ね、 ま、2、3メーター離れるともしかしたらあの話題のスマートフォンかななんて思ったりするかもしれませんが、実物を見ると全く別物です。で、ここね、背面がグリーンで、このサイドのね、フレームもちゃんとね、グリーンになってて、まあ、この辺はね、なんかおしゃれかなと思いますし、こういうね、ちょっとこう、丸みを帯びたデザインとかも、なんとなくバレっぽい感じかなという感じですね。ただ、ここにね、えー、背面にね、指紋認証センサーがあります。 でこのカメラの、ね、タピオカの部分もですね実際これフラットなんですよねだからなんかほとんどまあデザイン的にこういうタピオカカメラになっているっていう感じですはいそれでは一応側面見ていきましょう、まあ、ボリュームボタンと電源ボタンです、はい、逆サイドに SIM スロットです、はい、下の方はです、ねまあ、スピーカーとマイクロ USB の充電ポートにマイク穴ですかね、はい、上の方には3号のイヤホンジャックがあります はい、ただね、背面とかのね、作りはなんとなくね、そんなにね、安っぽい感じはしないので、まあ、価格がおそらく1万円前半ってことであればね、そんなにね、質感自体は悪くないですね。ただ、このデザインがいいかどうかっていうのはね、すごく微妙です。はい、それではね、このペリペリを剥がしていきましょう。はい、えっ、ー、とですね、まあ、最近ね、起きてるの端末って、このね、液晶の保護フィルムついてないですね。で、これもね、ついてないです。 はい、インカメラの方はですね、ちょっと分かりづらいんですけれども、ここにありますね、まあ、ですので最近の端末は、まあ、ウォータードロップノッチであるとかですね、まあ、パンチホールというものが多いんですけれども、これはですね、昔ながらのここにあって、まあ、いわゆるですね,そのね、さっきから言ってますけれども、話題のスマホっぽい、ねえー、感じのものになっています。 はい、ディスプレイの方がね、まあ、5.8インチということで、最近の端末としてはね、小さくなってますし、えー、安い端末にしては結構薄いので、まあ、持った感じはね、軽いしね、意外とこれは持ちやすいっていうね、そういう持った時の感じはすごくいいですね。はい、重量の方はね、176g ですね。やっぱり結構軽いですよね。で、ケースをつけても、ケースをつけても 193g で、まあ、200g も切ってますので、ね、やっぱりね、軽量な端末としてはいいんではないかなと思います。 はい。ケースをつけるとね、こんな感じです。ケースはですね、まあよくあるね、TPU ケース、柔らかいね、えー、クリアなケースになっています。はい。カメラのね、出っ張りはもともとないんですけれども、まあケースをつけることによってさらに中に入りますので、レンズ面をね、直接触れることはある程度防げるんではないかなと思います。はい。それでは起動していきましょう。 はい。それではね、端末の方立ち上がりましたけれども、まあ、とりあえず HD プラスですけどね、まあ、最近のやっぱりローエンドのスマートフォンってディスプレイが綺麗なんで、そんなにはね、気にならないですね。はい。初めから入っているアプリですけれども、ほとんどね、Google 系と基本的なものになります。Google のアプリがここに少し入っていて、あともう1ページしかないんですね。で、ここにちょっとツールということでね、えー、入ってますけれども、まあ、これだけです。 はい、ストレージの方はですね、128GB 中ね、11GB ということなんで、まあ 128GB ありますんでね、まあ十分かなと思います。はい、この端末はですね、背面にね、指紋認証センサーがあるのでやってみたいと思います。はい、ちょっとゆっくりめですね、やっぱね、まあ価格が価格なんで、まあしょうがないですけれども、まあゆっくりだけど、まあ普通には使えるかなと思います。はい、それではね、フェイスアンロックもできるので一応やってみますね。まあだいたいこれ一瞬なんですけどね。 はい、こんな感じです。はい、ほぼですね、まあ、スノアンドロイドなので、あんまりこうね、説明していくようなところはないんですけれども、まあ、インテリジェントアシスタントっていうところがあってねえ、こういうね、ちょっとね、便利な機能があります。例えば、上げて復帰しますということで、これをオンにしたり、あとね、ダブルクリックで、まあね、画面をつける、起動するっていうのがありますんで、まあ、こういったのはね、地味に便利なんで、これはちょっとありがたいですよね。これちょっとやってみますね。 はい。それではね、持ち上げて復帰ってのがありましたので、実際ね、こうやってロック状態なんですけども、これをね、端末を持ち上げることによって画面がつくということになります。で、今、同時にね、フェイスアンロックで解除されましたね。はい。あともう一つですね、まあ、ダブルタップで起動というのがありましたので、まあ、これもね、他の端末でもよくある機能ですけれども、これも便利ですね。画面をダブルタップして画面がつくということですね。 はい。それではですね。まあ、こちらのオーキテルの C22 なんですけれども、まあ、SOC がね、ヘリオの A22 というね、えー、ローエンドの SOC になっていますので、まあ、そのローエンドの SOC で、まあ、普段使いでよく使うね、アプリ、ブラウザとかね、Google マップがどのぐらいで、まあ、動作するかっていうのを見ていきたいと思います。で、比較対象としてですね、こちら側の右側ですね、こちら側があーオーキテルの C21 という端末になります。SOC はヘリオの P60 を搭載していますので、まあ、このぐらいであればですね、えー、普段使いであれば、それほどね、ストレスなく利用できる。 性能になっていますので、そういったものと比較してどのぐらい違いがあるかっていうのね。見ていきたいと思います。はい、それではね。chrome 立ち上げていきたいと思います。せーのどん,、うん？やっぱ早いですね。やっぱちょっとかなり遅れて表示される感じですね。明らかに差がある感じですね。はい、それではね。ちょっとスクロールさせてみましょう。ヘリウムの p60 の方はね。やっぱりサクサクと進んでる感じがありますね。うん、たまに画像で引っかかると。まあそんな感じですね。 はい。それでは次はヘリオの A22 を搭載した C22 の方でね、やってみたいと思います。うん。まあ別に、あ、やっぱ引っかかるか。うん、やっぱ引っかかりますね。読み込みにやっぱり引っかかる。うーん、やっぱ差はありますね。 はい。それでは次はですね。まあ、ローエンドのスマートフォンでは結構厳しいね。えー、Google マップやっていきたいと思います。で、地図の情報量が多そうなね、品川駅で検索をしてみますので、ちょっと見ていきたいと思います。それではね、こちらがヘリオ P60 を搭載している端末で、こちらがね、A の22の端末です。それでは比較していきましょう。せーの。ボンうん、やっぱ早いですね。まだ読み込んでないですね。 うわぁ、結構差があるなぁ。まぁ、あ、一応ここで、えー、データの方はね、出揃った感じです。それでは、まあ、こっちはね、毎回そうですけど、そんなに問題は、まあないね。普通に使える分ですよね。まあ普通にね、使える感じですよね。全然こうやって地図をね、広げても問題はないと思います。はい、それではね、こちら行ってみたいと思います。まあ問題ないですね。一回4あ、やっぱガクガクするなぁ。 やっぱり、あれですね、地図がガクガクしてますね。だから、まあ見れないことはないですけれども、じゃあスムーズに見れるかっていうとね、そういうことではないので、まあでも使えないわけじゃないんでね、えー、これぐらいのちょっとガクガク感はありますけれども、まあ地図のね、アプリ自体そのものが使えないっていうことではないんで困んないとは思いますけどね。やっぱりでも快適ではないですね。はい、それでは最後にね、じゃあプレイしたらやってみましょうか。せーのドン。まあやっぱ全然早いですね。 かなり差がある感じですね。やっぱりヘリオの P60 は優秀ですよね。はい。タピオカカメラもね、搭載していて、あのスマートフォンっぽいので、ちょっとね、こんな感じにしてみました。<laughs> いかにもあれっぽい感じになりましたね。で、結構ね、これね、再現が結構忠実ですよね。すごいですよね。これアイコンのデザインとかも結構似てるんですけど、大丈夫ですかね。はい。それではね、カメラアプリ見ていきたいと思います。ただね、広角レンズとかないので、そんなにね、見るところはないんですけど、一応設定 手だけ見ていきましょうか。まあ、特別なものはないですね。あブランドマークー、スカシですかね。あるみたいですね。ちょっと入れておきましょうか。えー、一応解像度の選択がありますかね。えー、っと、1300万画素ですね。えっと、インカメラがまあ800万画素ということで、ここで一応解像度が選択できます。はい、動画撮影モードですけれども、動画はここが 720p ですね。えー、1080p フル HD で一応撮影ができるようです。 はい。一応ですね、マクロレンズを搭載していますので、ここ一応マクロレンズってとこありますね。で、一応ここにすると2センチでピントが合うみたいなんで、あ、そうですね。結構近いところでピントが合う感じですね。もうかなりでかいですね。まあ一応マクロレンズが使えるということですね。はい。あと撮影モードは一応プロモードありますね。あ、一応なんか UI はちょっとかっこいいですね、えー。UI はかっこいいけど一応プロモード、一応ついてますと。 あとはですね、まあ、タイムラプスがありますね、えー、スローモーションはないですね、QR コードのスキャンとあと夜景モード一応あるみたいですね、はいそれではね実際に起きてるの C22 で撮影した写真と動画をご覧ください。どうぞ はい、今回はですね、オーキテルの C22 というね、まあ、ローエンドスマートフォンを紹介させていただきました。とりあえずカメラね、えー、写真とか動画を見てもらいましたので、えー、カメラ性能はですね、 えまあどうしてもね、価格くなりっていう感じですね。まあ、決して良くはないと思います。で、やっぱりですね、こう、メインアンサーなんかにやっぱついてこれないっていいますか、すぐ白飛びしちゃったり、えー、すぐね、黒潰れしちゃったりとかって、まあそういう感じですね。あと、被写体によって結構色味がね、えー、変わってしまったりするので、まあ、どちらかというと、やっぱメモ用のカメラと言いますかね。 ですんで、やっぱりこう記念写真とか、そういった思い出を残すような、ね、貴重なあ、大切な思い出を残すようなカメラではなくて、やっぱり日常のねメモ代わりに使うカメラかなというふうに思います。はいあとね、ねまあ、性能の方なんですけれども、まあ、やはりねローエンドのスマートフォンということで、まあ、ヘリオの A22 ですかね、まあ、ローエンドの SOC を搭載していますので、ヘリオ P60 をね搭載したスマートフォンと比べると、もう明らかにね体感として遅いっていう感じがあります。 まあですので、やっぱりね、そこのとこ価格差があんまりまあ数千円だと思うんですよね。だからやっぱりそのサブ端末として使うにしても、頻繁にね、使うっていう方、それなりにサブ端末として使うっていう方は、やっぱりね、ヘリオ P60 ぐらいを搭載したスマートフォンを購入された方がいいかなと思います。まあですので、やはりね、起きてるのこの C22 ぐらいね、性能が低い端末ですとかなりこう限られたって言いますかね。 ほとんどスマートフォンを使わないとか、本当に電話だけ使うとかね、本当にメールをたまにやり取りするとかね、そういう人でないと結構ね、あの、ストレスが溜まってしまうんじゃないかなと思います。まあ、ですので、まあ結構ね、その割り切ってね、えー、購入する、割り切って使うっていう方でないと、ただね、価格が安いからという理由だけで、まあこれを購入して使い始めるとですね、やっぱり結構ね、ストレスが溜まると思います。 まあそれではですね、そういった形で一応割り切って購入するスマートフォンということの中で、このスマートフォンのまあいいところというのはですね、まあ、やっぱりサイズ感がね、結構やっぱり5.8インチっていうね、まあ大きすぎず小さすぎずのサイズということと、 あと、ま、バッテリーの容量がね、最近ね、えー、ローエンドのモデルでも多くて、結構重たかったりとか、厚みがあったりするんですけれども、この端末は比較的ね、えー、薄くて、で、それで薄すぎないって言いますかね、薄すぎるとまた持ちにくかったりするんで、まあ、程よい大きさって言いますかね、だからこうやって普段持って歩くのに、 意外とこうね、握りやすく、それなりにね、重量もあっていい。それでいて重くないっていうね、まあ絶妙なサイズ感にはなってるんじゃないかなと思います。はい、あとですね、まあ低価格のスマートフォンですね、このぐらいの価格のスマートフォンにしては、 わりかし外装はね、悪くないと思います。まあ、オーキテルのね、端末って、えー、安い端末って結構バックカバーがバカッと外れて、本当にね、あのバックカバーがプラスチックでできてるようなね。まあ、例えばこのオーキテルの C21 なんかそうなんですけども、正直ね、安っぽいんですよね。そういうのに比べると、結構質感はね、いいと思います。 またですね、こういうね、ちょっと緑色の明るいね、ポップな色だと、よりプラスチックだとすごい安っぽく見えるんですけども、まあこれはね、そういう感じじゃないので、まあこういう色を使っていながら、それなりのね、質感を維持してるっていうことで、まあその見た目に関してはいいかなと思いますね。まあただですね、見た目でもう一つすごい気になるのが、やっぱこの、 タピオカカメラですよね。で、これはね、正直賛否両論というか、なんかちょっと個人的には普通のカメラにして、普通のローエンドスマートフォンとして売った方が良かったんじゃないかなっていう気がします。まあ、どういうコンセプトでですね、まあ、起きてるか、このね、いわゆるこのタピオカカメラと、さっきね、見たこの、ノッチですよね。今見ないこの、 のちにしたのかっていうのがちょっとよくわかんないんですけども、まあこれはまあデザインのことなんでね、もちろんこれがいいとかね、こういうのがいいってい人もまあいないことはないと思いますけれども、ただちょっとやっぱ一般受けはしないかなと。まあどちらかというとこれなんですかね、エンターテイメントですよね。なんかこれ持ってて誰か人にね、あれ 何これって突っ込まれるのを待つようなね、端末になっちゃってるんじゃないかなと思いますんで。まあ、あの、別論性能にはもちろんね、見た目って関係ないんで、その辺気にしないって人はいいと思いますけども、ちょっとね、これは好き嫌いが分かれるかなという感じですね。はい、ということで今回はですね、オークテルの C22 をね、紹介させていただきましたけれども、まあね、安いスマートフォンを探していて、まあ、ローエンドの端末でよくて、かつね、居酒屋に行った時に、えー、周りの人にね、何このスマートフォンって突っ込まれたい方には、 お勧めできる端末だと思います。はい、今回は以上です。